平成22年8月19日、阿蘇市薬院原の下神社で農耕祭事日滝神事が始まりました。この神事は農作物を霜の害から守るため59日間火を焚き続けるものです。昨年9月、日滝殿が火災で全焼し、その後地元の氏子会などが中心となり、日滝殿が今年8月4日復興しました。復興して1回目である今回の神事では、気持ちを新たに昔からの風習をもう一度取り入れようと、的石地区から薪を造成してもらい、荷台に積んで下神社へ向かいました。日滝乙女は地元の小学生から毎年選ばれ、今年は山部ニーナさんです。日滝神事は乙女入れ神事から始まります。ご神体をおみこしに乗せて日滝小屋へと運び、木箱に入れたまま納めて火を焚き、59日間絶えず温め続けます。昔は火を焚き続けている間、乙女は敷地内から出ることができなかったと言われていますが、現在は祭りの時のみで、乙女が学校に行っている時などは地域の方々がお世話をしています。日滝神事は明日の農耕祭事として国指定重要無形民俗文化財の指定を受けています。